サウンド夢工房、サトルが指さした先に東京タワーがあったといいます。遥か向こうに小さく赤い東京タワーがあったといいます。高さ333メートル。そして二人はそこで日が暮れて暗くなるまで待ったといいます。東京の街の二人はどこまでもどこまでも明るく、それぞれに瞬き流れ、消える気配はみじんもなかったといいます。東京タワーもまた足元からの光で青く赤く光っていたといいます。梅津和夫原作、神野博明脚本、私は慎吾、第6回。刑事さん、マリンは？山本マリンさんでしたね。子供のことですから、いずれ保護されるとは思いますが、さっきも申し上げた通り、少年犯罪が低年齢化の傾向にありますから。成田空港ではぐれて、きっとこっちに戻ってきてるはずなんです。それで、どうですか。この工場に忍び込んだのがお宅のお嬢さんと断定してるわけではありませんが、昨日の夜は嵐のようでしたから、工場に泊まって雨をしのいだということも考えられると思うんですが。ええ。それで、この333から飛び移れというのに、何かいませんか？ 333？ まあ単純に333と聞いて思いつくのは東京タワーなんですけどね。東京タワーから飛び移れ？まさかとは思いますが、今調べさせてます。もしそうだとしたら。すぐに向かわねばなりません。すっかり暗くなったね。うん、行こうか。すごい急な階段だな。マリン、大丈夫？さあ手を貸すから起き上がって。サトル君、大丈夫よ、やるわ。ちょっと滑っただけよ。ここからはただの鉄はしごだ。二人の前に赤く冷たいはしごがあり、それはまるでずっと空に消えるように伸びていたといいます。やるよ。もちろん。そしてサトルたちはそのはしごを登り始めたといいます。ここから上は梯子も何にもない。サトル君、そのランドセル下ろした方が登るのにいいんじゃない？うん、でも大丈夫、これくらいは大丈夫。マリンは大丈夫？揺れてるような気がしない？ほら、まさか頭がフラフラしているせいだよ、きっと。でもこんなに風が強いんじゃ、今上がっていったら私たち飛ばされちゃうわ。うん、風が収まるまでもう少しここで待ってみよう。少し休んでおかないと、ここから上は休めないから。
っても幸せ。サトル君は？僕も。こんなこと子供だからできるのね。うん、最高さ。二度とはできない。そうね。マリンはその時泣いていたと言います。母はその時泣いていたと言います。地上が少し見え始めてきたと思わない？ギャー！ダメだマリン、手を離しちゃう。目をつぶるんだ。絶対に下の景色を見ちゃダメだ。そうしてまた二人は登り始めたといいます。私の出した答え通りに二人が危険なことを実行しているとは少しも知らずに、その頃私は働いていたといいます。私はただの機械です。教われば学び、問われれば答える、ただの機械。機械が出した答えに何があるというのでしょう。わかりません。なぜあんな答えが出たのでしょう。わかりません。わかるはずもなかったと言います。ただどこかで何かが間もなく起きる。想像もつかないことがどこかで。マリンが本当に東京タワーに。奥さん、あそこです。見えますか？あれが、あれがそうですか？あんなところに。マリー、マリー、マリー。上の方は、上の方ははしごもないじゃありませんか。なぜあんなところに登らなければならないんですか。何としてもてっぺんまで行くわ。てっぺんはまだまだ。それどころか全然見えない。下に見るよりうんと遠いのね。どの辺まで来てるのかしら。マリン、休んじゃダメだ。次左手。はい。風が上の方に行くほど風がきつくなっていく。てっぺんに向けばどこへ飛び移ればいいの。ああ、きっと着いたら全てがわかるさ。あ、どうしたマリン。何かに引っかかった。ズボンが何かに引っかかった。どうしよう。どうしても、どうしても外れないでよ。ああ、見ちゃダメだ。下を見るな。でも目を開けちゃダメだ。目をつぶったままで少し下に降りるんだ。でもやってみる。濡れてて滑りそうで怖い。大丈夫、落ち着いてゆっくり。ダメ、できない、降りられないわ。助けて、怖いわ。もう少し、もう少しなんだマリー、頑張って。引っかかってるズボンが破れる。いいから、まず力を入れて登るんだ。もうすぐそこがてっぺんだ。ここは手すりも何にもないぞ。この上は
しようもない。その時二人を地上からのサーチライトが照らしたといいます。あ、見つかった。ちょっとすみません、道を開けて。奥さん、刑事さん、やっぱり今日のお昼に子供の声で東京タワーの高さを尋ねる電話があったそうです。でもこれは公表していないことなんですが、タワーの高さは通常333メートルということになっていますが、実際は今30センチ低くなっていて 332.7 メートルなんです。原因は地盤の沈下によるものらしいんですが。332.7 メートル。奥さん、それをマイクで子供たちに知らせてやっては。実はタワーは30センチも低いっていうこと。見つかるとどうなるの？大丈夫、ここまではすぐには追ってこれないよ。誰かが下で何か言ってる。マリー、聞こえる？30センチ低いのよ。30センチ足りないのよ。東京タワーは333メートルじゃないのよ。梅津和夫原作、神野博明脚本、私は慎吾、第6回。出演、マリン、前田優衣、サトル、安住玲香、マリンの母、西名優衣、刑事、中根徹、そして慎吾は前田優衣と安住玲香。ナレーションは西名優衣でした。